この動画を見れば足首の捻挫がすぐに楽になるようなテーピングのやり方を学ぶことができます。また1分で簡単に分けるやり方になりますので、ぜひ最後まで見てやってみてください。こんにちは、鍼灸整骨院清春です。今回は足首のテーピングに関しての説明を行っていきます。で、足首のテーピングの中でも今回はまず簡単っていうのと、もう一つ早く負ける、この2つに特化したやり方でいきます。ですので今からすぐちょっと試合に向かないといけないとか、練習をしないといけないとか、テーピングを始めてしまって休憩時間に巻き直さないといけないとか、そういった、早く、やっていきたい時とかに使っていただけると効果もありつつ、その後の練習であったり試合であったりをうまくこなせることができると思いますので、ぜひ使ってみてください。で、今回やっていくテーピングの、特徴なんですけども、キネシオロジーテーピングっていうのを使っていきます。キネシオロジーテーピングっていうのはこういった形 で裏にマスがあるような伸び縮みするような伸縮性のあるテーピングのことを言います。これ、近くの薬局とかドラッグストアとかそういったところでも簡単に買うことができますので、ぜひそれをまず買ってから行うようにしてください。はい、で、使うテーピングなんですけど3本用意してください。で、長さがですね、これ裏に目盛りがついています。5マスで1目盛りっていう表現をするんですけども、これをまずですね8目盛りを1つと6目盛りを2つという形で用意してください。それでは早速ですけども、テーピングの実践に移っていきます。で、今回はあえてゆっくり説明していきます。慣れれば1分でできるようになりますので、ぜひ、簡単にできる方は突き詰めてやっていただけると幸いです。はい、で、まず最初に8目盛りのやつから使います。8目盛りのやつで足回りを、一周ぐるっとするような巻き方でいきます。まずこのように端っこを通してあげて、この状態から足首のですね、ちょうどここの部分、真ん中の方ですね、ここがスタートになります。まずはこのような形で貼ってあげてください。そしてこの状態から足の後ろにまず回してあげる。そして回した状態からちょっと前の方に持ってきます。こういう感じですね。そしてここから今度は足の下の方、足の裏の方ですね、そっちの方に回してあげるような形でいきます。ここからちょっとこういう感じで前に行ってあげて、そして最後こういう形で前の方に終わってあげる、こういう感じでいきます。まずこれをすることによって足首のいろんな動きを少しこう制限してくれるような形になるので、これであらゆる捻挫の固定力っていうのが増してくれます。はい、それでは2本目3本目の巻き方です。今度はですね、さっき巻いたこの上にもう一つテーピングを追加していきます。で、この2本目3本目の役割っていうのは、足首と関節をしっかりとガチッとくっつけることによって滑りを良くする、そして捻挫の予防してくれるっていう形になります。また痛みを引く効果もあるので、ぜひやってみてください。まずですね、これの特徴なんですけども、真ん中ですね、最初にちょっと落としてあげます。こういう感じですね。そしてこの状態から足首のかかとの方にペタッとこういう感じで貼ってあげてください。そしてこの状態から内側の方はちょっと前の方にこうやって貼ってあげる。そして外側の方はちょっと後ろの方に貼ってあげる。外側を見るとこういう感じですね、後ろに行ってると思います。そして次3本目、3本目はまたさっきと一緒で同じような形で貼っていくんですけども、さっきとちょっと違う貼り方をしてください。今度は外側が前に行くような形で貼ってあげる、こういう感じ。うちはさっきは前に行ったんですけど、今度は後ろの方に行ってあげる、うちはさっき前の方行ったんですけど、最後はこの後ろの方に回すというような形でやっていきます。これをすることによって、圧迫力と、そういうのが加わることになりますので、さらに固定力も増すのと動き自体がかなり良くなってくれます。はい、いかがだったでしょうか。さっきは、説明を加えながら、ゆっくり説明したので、ちょっとテーピングを貼る時間自体は 2,3 分ぐらいかかってたと思うんですけども、ちゃんと、すぐ早くやるようにすれば1分以内で本当に巻けるようになります。これ本当とても簡単で、しかも効果もすごく有用なので、今からちょっとどうしても急に動かないといけないとか、あとちょっと巻いてくれる人がいないとか、そういった時とか自分で何とかしたいっていう時とかは、簡単にしかもすぐ早く貼れる方法になるので、ぜひすごく使い勝手がいいテーピングのやり方になります。また注意点なんですけども、このテーピングのやり方ですね、足首の捻挫にしか効果ありません。例えば筋損傷してるとか骨折脱臼してるとか、そういったものには効かないので、必ず捻挫だと病院等で診断を受けてからちゃんとやるようにしてください。
また捻挫の損傷の中でも三度損傷と言われて捻挫の中で最もひどい症状、完全に靭帯が断裂してますとか、そういった症状には正直やっぱ効果薄いです。あくまで一度損傷、二度損傷、痛いけどまあ動けるレベルのものだったら対応可能なのでお願いいたします。三度損傷に関してはもうスポーツは絶対禁止で、病院等で絶対安静とか他にもリハビリ等をする必要があるので、必ずその症状の場合は適切な対処をよろしくお願いいたします。ではこのチャンネルでは他にも足首の動画であったり、テーピングの動画、セルフケアの内容等、たくさん上げております。もしお悩みの場合はそういった動画を見ていただけると幸いです。またご質問等ありましたらコメント欄に書いていただければ、答えるようにしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。